いやー、ロング丈のコート買ってみたはいいけども、なかなか着こなすのは難しいな。失敗するとなんかビジネスっぽい着こなしになっちゃうし、いつも同じような着こなしばっかりでマンネリ化しちゃうんだよな。もうちょっとロング丈のコートの着こなし方、誰かわかりやすく教えてくれないかなと思ってる皆さん、こんにちは。スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人のロングコートの着こなし方徹底解説というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ冒頭にもお伝えした通り、ロング丈のコートというのはすごく便利なものではあるんですね。着るだけで大人っぽく上品な雰囲気が漂うので、一着持っておくと間違いなく使い勝手のいいアイテムではあるんですが、ビジネスシーンでも使うことがあるので、ちょっとこう堅苦しくなったりだとか、着こなしがマンネリ化してしまって、なんかパッとしないということも少なくないかなと思うんですね。ですので今回の動画ではそんなロング丈のコートの着こなし方ですね、具体的に皆さんに解説をしていきたいなと思っています。ロング丈のコートの内側ですね、トップスはどのようなものが相性がいいのか、またそれに対してボトムスはどんなものがより合うのか、靴はどういったものが相性がいいのか、このあたりをですねしっかりとお伝えすることで、皆さんのマンネリ化しつつあるですねコートの着こなしをぐっと広げられるようにしたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンツファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしているので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここから具体的にですね、ロング丈コートの着こなし方を皆さんにですね、いろいろと解説をしていきたいなと思ってるんですが、まず一番最初に着てみたのはですね、最もロング丈コートの中でベーシックと呼べるようなこちらですね、ネイビーのステンカラーコートですね。まずはざっくりとコートについて解説をしますと、ロング丈のコートの形状としましては、僕が着てるようなステンカラーコートですね。いわゆる昔から存在するようなビジネスの王道的なコートですね。まあこういったものが一つあるのと、もう一つですね、後々出てきますが、チェスターコートというものがあります。ジャケットの着丈をそのまま縦に長くしたような形状になっているようなコートなんですが、まあこの二つでだいぶ印象が変わってくるかなと思います。ざっくり解説しますと、ステンカラーコートの方がよりベーシックな見た目になりまして、シルエットもボックス型で少しゆとりがあるので、今のトレンド感との相性がよりいいのがステンカラーコートかなと思います。あまりこう着飾ったような感じが出なくて、親しみやすさだとかそういった部分もですね表現しやすいので、個人的には結構ですねステンカラーコートが好きだったりします。ただこのネイビーのステンカラーコートというのは本当にですねビジネスシーンでも使えるぐらいドベーシックなんですね。だからこそ着こなし方が意外と難しいです。まあオンの機会にスーツと合わせるのであれば、それはそれでいいと思うんですけども、カジュアルシーンに持ってくる際にはちょっと重たくなりすぎないような工夫が必要かなと思います。ということで、まずはですね、このネイビーのコートに対して、どのようなボトムスを選ぶのかというところをお話したいなと思います。で、今回はネイビーに対して一番オーソドックスで合わせやすいグレーを持ってきてみました。ネイビーとグレーというのはすごく王道的なカラーなんですが、非常に2つの色の相性がいいんですね。例えば、ネイビーのジャケットにグレーのスラックスみたいなジャケパンスタイルっていうものがあるかなと思うんですが、結構このあたりは定番的な色合わせとして、まあ皆さんも認識してるかなと思います。ですので、こちらのネイビーのコートとグレーのパンツですね。これは相性がいいと。ただ、この二つもですね、やっぱり色合わせとしては、ビジネスを想起させるような、すごくオーソドックスな組み合わせになります。それに対して、内側に着てるニットなんですが、例えば、ブラックだとか、グレーだとか、そういったドベーシックなものを持ってくると、これまたですね、ちょっと今日はお仕事ですか？ビジネスカジュアル感が出てしまうんですね。ですので、ここをですね、カジュアルな着こなしというところで、少し、色にアクセントをつけてあげるとバランスが取りやすいかなということで、まあ、今回はグリーン系のニットを合わせてみました。これですね、僕は好みとしてですね、寒色系のものが好きなので、割とニットとかもロイヤルブルーだとか、そういったブルー系が多かったりだとか、あとはグリーン系なんかも好きなので、割とこういったものが多くなってくるんですが、まあ、ちょっとこう着こなしの中でパッと華やかな要素になれば、僕は全く問題がないかなと思っていまして、まあ、パープルとかでもいいし、あとはオレンジだとかレッドだとか、ちょっとこう暖色系のニットであっても、その上にですねこのような真面目なネイビーのコートを着てしまえば、この縦の少しの部分しか色見えないので、意外と派手でもバランスが取れたりするので、まあ、ぜひトライをしていただきたいなと思います。特に40代後半以上の方はニットの色は華やかな方が
意外とバランスが取れます。レッド系のニットなんかでも似合ったりするので、30代前半ぐらいの方だとちょっと派手そうに見えるような赤系のニットであっても、40代後半以降であれば似合ってくるので、まあ、ぜひトライしていただきたいなと思います。で、襟元から少しだけモックネックの T シャツを覗かせながら季節感を出すのも一つポイントかなと思います。まあ、秋とかだったら丸首の T シャツで少しだけニットの内側に T シャツが見えてるのもいいんですが、まあ、冬になったらですね、やっぱりモックネックぐらいで少し白 T を見せる分量を増やしてあげるとよりバランスがいいかなと思います。で、ネイビーのコートはやっぱり着こなしが重たくなりがちなので、ブラック系のシューズ合わせるとすっごく仕事っぽくなっちゃうので、まあ、今回はホワイト系のスニーカーを持ってきました。まあ、ジャーマントレーナーですね。まあ、もちろんオールスタークップみたいな本当にプレーンな感じもいいんですが、少しカジュアル感を高めたかったので、今回は白のジャーマントレーナー、これはアディダスのものですね。こちらを合わせてみることで少しだけカジュアル感を出してみました。まずベースの着こなしとしてはネイビーのですね、コートは華やかなニットを着るというところ。これが一番ですね、使いやすい方法かなと思うので、ぜひトライしていただきたいなと思います。ただそれだけではなくて、もうちょっと崩し方があるので、ちょっと着替えながらバリエーションをお見せしてみたいと思います。はい、ということで着替えてみました。同じネイビーのコートを使った着こなしなんですが、まあだいぶ印象が変わってるかなと思います。まずはですね、大胆に変えたところなんですが、ネイビーのコートに対してグレーのパンツというのは、割とこう鉄板の硬い合わせ方かなと思うんですね。ちょっとビジネスカジュアルっぽさもあるような配色なんですが、まあ、ネイビーに対して思い切ってオフホワイトの綺麗なパンツですね。こういったものを合わせるというのも結構王道ではあるんですが、冬にはちょっとだけ意外性があって爽やかさが出るので、個人的には大好きな組み合わせなんですね。ネイビーの持つ重たさを一気に明るさを出してくれるので、すごくこのコントラストの効いた着こなしは使いやすいかなと思います。で、結構白パンはコンサバになりがちなので、内側にですね、着ているものはニットではなくて、これですね、スウェットになるんですね。個人的には最近はですね、スウェットブームになっていまして、ニットは散々着てきたので、このような少しカジュアルなスウェットを綺麗めなコートと合わせたりしながらですね、うまく綺麗めとカジュアルのバランスを取るようにしています。コートがめちゃくちゃ綺麗め。そしてパンツ自体も少し綺麗め、それに対してスウェットでカジュアルな雰囲気を足してあげることで、決めすぎ感が出ないようにバランスを取るようにしています。そして靴に関してもやはりですね、決めすぎないようにグレーのニューバランスのスニーカーを合わせることで、スウェットとスニーカーはカジュアル、コートとパンツは綺麗めという形でバランスを取るようにしました。個人的には一つ目のコーディネートよりもこっちの方が自分のリアルなスタイルに近いかなとは思うんですね。結構お好みも分かれるかなと思います。一つ目のようなアクセントカラーを使った着こなしというのもなかなかバランスがいいかなと思いますし、白パンを使いながらも機材になりすぎないようにうまくスウェットなんかを使いながらという着こなしも旬な部分もあるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、気に入った方をトライしていただければなと思っています。はい、続いて2点目のコートなんですが、先ほどはネイビーのですね、ステンカラーコートというですね、もう本当にド定番のものをご紹介しましたが、今回はまずはコートの形状としましては、ステンカラーコートではなくて、チェスターコートですね。ジャケットの着丈をそのまま長くしたようなデザインが特徴的で、シャープでちょっとこう洗練されたようなイメージを持っているのが、チェスターコートかなと思います。まあ数年前からトレンドアイテムになっていまして、まあ今ではもうすっかりと定番化したアイテムです。かつてはタイトなチェスターコートというものが主流だったんですが、まあ最近はですね、ちょっとピークアウトしているところがありまして、チェスターコートでも少し肩のラインを落としてたりだとか、まあこのようにラグラン袖になってたりだとか、少し丸みのあるようなものですね。シルエットもビタビタのタイトなものではなくて、少しゆとりがあるようなものが増えているので、こういったチェスターコートだと現代的にも使いやすいかなと思っています。そしてカラーなんですが、ネイビーですとかブラック、ダークグレー、このあたりがベーシックで使いやすいようなビジネスにも対応できるようなコートなんですが、一方でカジュアルで使うのであれば、このようなモカだとかベージュだとか、あとはブラウンですね、
このあたりの柔らかみのあるカラーというのも着るだけでおしゃれに見えるので、すごく差別化しやすいようなコートになってるかなと思います。ぜひ皆さんも濃い色のコートに飽きたら、このようなベージュ系のコートですね、こういったものを持ってあげるとかなり気分が変わるかなと思いますし、着こなしの幅も広がるんじゃないのかなと思っています。で、このような少し明るめのコートなんですが、着こなし方がちょっと難しいんじゃないかと感じる方もいらっしゃるかなと思うんですが、実は全くそんなことはありません。ある程度ルールに沿って着こなしていただければ簡単にコーディネート完成しますので、まあ、ぜひ覚えていただきたいなと思っています。まずはこのようなベージュだとかモカブラウン系の色というのはですね、上半身が明るさがあるので、このコート自体が主役になるんですね。ネイビーブラックダークグレーのコートというのはロング丈のコートで面積大きいんですけど、色の主張がないので、正直そこまでめちゃくちゃ目立つアイテムというわけではないんですね。ただこのような明るい色のコートというのはこれだけで主役級になるので、その他のアイテムに関してはそこまでエッジの効いたものは合わせない方がまとまりやすいかなと個人的には考えています。まあ、そういったところでまずボトムスから選んでみたんですが、ブラックですね。このような明るい色に対して引き締める意味でブラックを持ってきていただければ、まず間違いがないコーディネートが完成するかなと思います。で、ボトムスなんですけど、例えばダークグレーとかでも全く問題ありませんし、まあ、ネイビーとかでも問題ありません。とにかくコートが明るい色なので、ちょっとボトムスは引き締めるというところを意識してあげるとコーディネートがまとまりやすくなるかなと思います。そしてその内側に合わせるものなんですが、今回はライトグレーの丸首ニットを合わせてみました。これなぜこういったものを合わせたのかというと、このコートに対して濃い色のニットを合わせたとしますね。例えばネイビーだとかブラック、ダークグレー合わせると、この内側が全部濃い色になるんですね。で、繋がったように見えてしまうので、それまたちょっとこう重たく見えるのと退屈に感じられてしまうので、できれば色はボトムスと分けた方が気の利いた見え方になってくるかなと思います。で、それで今回はライトグレーのニットを合わせたわけなんですが、オフホワイトだとかホワイトのようなさらに明るいカラーのニットなんかも相性がいいかなと思います。上半身をベージュだとかモカのような柔らかいカラーを着て、その下にはですね、割と遠くならない色合いのものですね。ベージュとライトグレーとかそういった色合いってすごく相性が良くて、上半身をちょっと明るめにまとめて、ボトムスでギュッと締めるというのが、これ鉄板で使いやすい着こなし方なので、まずはこれをベースにしながら、ベージュとかブラウンのコートは着こなしを考えていただくのがすごくいいんじゃないのかなと思っています。で、スニーカーに関してなんですけども、正直ですね、何でも合うっちゃ合うんですね。その日のコンセプトによって履き替えてあげるといいかなと思うんですが、まずはですね、ちょっとオーソドックスにまとめたかったので、ブラックのパンツに対して、ブラックのレザースニーカーですね。これを合わせてみました。で、このようにブラックのパンツとブラックのシューズだと遠くから見ると足の範囲が長く見えるので足長効果があるんですね。ただブラックスニーカーでもソールまで真っ黒だとちょっとつまんなく感じるので、ソールの部分はホワイトのものを選んでいただければそこまで退屈に映らないかなと思います。まあ、このような形でちょっと綺麗めな下半身を作っていただくのもいいと思いますし、白系のレザースニーカーでも合いますし、グレー系のニューバランスのスニーカーでも合うので、このあたりはブラックのパンツの使い勝手の良さですね。その日のコンセプトによってちょっと綺麗めに着たいなという時はブラックレザースニーカー、少しだけカジュアル感出したかったらホワイト系のレザースニーカー、決めすぎた感じを出したくなかったらニューバランスのグレー系のスニーカーという形で履き替えていただければ、スニーカーのコーディネートとしてはまず間違いがないかなと思います。ということで、まず一つ目はですね、このような色合わせですね。上半身をなるべく明るめにまとめて、ボトムスはブラックで引き締める。で、コート自体がすごく綺麗な色なので、他にアクセントは下手に使わなくてもまとまるというところですね。このあたりを覚えておいていただければなと思っています。ちなみに、この着こなしに対して、首元にボリュームを持ってくると、また雰囲気が変わってくるので、マフラーをちょっとこれに取り入れてみたいと思います。はい、ということで、マフラーを取り入れてみましたが、いかがでしょうか？チェスターコートというのはステンカラーコートに比べると、このですね、 V ゾーンと言いますか、首元が開くような設計になってるんですね。なのでこの首元が寒いのと、ちょっと着こなしの中でアクセントを添えてあげるというのもバランスが良かったりするので、このようにマフラーを加えてあげるのも
なかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ僕はですね、個人的にマフラーあんまり使わない派なので、あまりバリエーションを持っていないんですが、まあこのようにですね、単色ではなくて少し色の混じりがあるものですね。今回はグレーとかネイビーが混ざったようなマフラーをしていますが、まあ僕はこのコート自体が色綺麗なので、まあそこまでマフラーにですね、派手な色を使わなかったんですが、ホワイトポーレッド系とか暖色系のですね、いろいろと色の混じったマフラーとかでも、ベージュ系は結構相性が良かったですので、そのあたりは好みですね。あまりこうアクセントを強く出したくなければ、メンズファッションにとっての基本的なネイビーだとかグレーとか、そのあたりをベースにしたものを使ってあげると、すごくバランスがいいかなと思うので、このような形でチェスターコートにマフラーを入れるという着こなしも、ぜひトライしていただきたいなと思います。はい、続いて二つ目のですね、ベージュ系コートの着こなし方なんですが、少しですね、攻めた着こなしをしてみました。色使い的にはそこまで攻めてはいないんですが、まずはですね、このようなベージュだとか、モカ系のコートに対して、ホワイトのパンツを合わせてみました。まあ結構ですね、両方とも明るめのカラーなんですけども、この二つも結構相性がいいので、僕もよくですね、組み合わせることがあるんですね。ただベージュの色が割とこう明るければ明るいほど、ホワイトと近づいてしまうので、結構明るいベージュにはホワイトパンツはやや相性が良くないかなと思います。ですので、ベージュの中でもちょっとコクの深い色だとか、モカだとか、ブラウンとかになってくると、ホワイト系のパンツですね。このあたりと相性がすごく良くなるので、まあ、ぜひトライをしていただきたいなと思います。そしてコートの内側ですね。今回はブラックを合わせてみました。先ほどはブラックはボトムスに使ったんですが、今度はトップスに使ったわけなんですね。そして首元ですね。これドライバーズニットということで、襟の高いニットを合わせています。まあ、こういった旬なアイテムを合わせながら、ベージュが持つ柔らかさだとか、ちょっと甘さみたいなところを引き締めてあげるのも意外とバランスがいいかなと思うので、このようなコーディネートを組んでみました。もちろん丸首のネイビーだとか、ブラックのニットを合わせていただければ、もうちょっとベーシックな形でコーディネートを組むことができるので、まあそういった形で取り入れてもらうのもいいかなと思うんですが、ちょっと旬な着こなしを作りたいのであれば、コートの内側にこのようなドライバーズニットだとか、ハーフジップニットだとか、このあたりを持ってきてあげるのもなかなかバランスがいいかなと思うので、まあぜひ皆さんもですね、一つの参考にしていただければなと思っています。はい、続いてラストはブラックのコートを使ったコーディネートを皆さんにご紹介したいなと思っています。黒いコートってやっぱり色も重たいし、なおかつ着丈が長いとですね、なかなか使うのが難しいという印象の方も少なくないかなと思います。ですので、このようなブラックのコートに対して合わせるボトムスなんですが、まあ個人的にはグレーだとか、あとはホワイトだとか、ちょっとコートの色とは違ったものを合わせてもらうのが一番ハマりがいいかなと思うんですね。ですが個人的には結構ズボラなので、いつも履いている黒パンをそのまま合わせるのも好きなんですね。上半身のコートもブラック、ボトムスもブラックで重たいんですが、その代わり内側に着るものだとか靴の色を変えることで重たすぎないようにバランスを取れば意外とハマりが良かったりするので、最後にこちらのコーディネートをご紹介したいなと思います。コートの下にはですね、これちょっとですね、面白い着こなしになっているんですが、デニムジャケット、いわゆるGちゃんを合わせています。このような短い丈のアウターに対してロング丈のコートを合わせるというのは結構昔からよくあるコーディネートの例なので、まあ、ぜひ皆さんも頭の片隅に置いていただければなと思います。そして一番下にはですね、一応ボーダーのカットソーを少しだけチラ見せするような形でアクセントを添えています。で、足元に関してはこれに対してブラックのスニーカーだとやっぱり重たいので、ニューバランスのグレーのスニーカーですね。ブラックとの相性も良いですし、重たくなりすぎないようなグレー系のスニーカーを合わせていただければ、結構ブラックの分量の多いコーディネートですが、そこまで重たくなくコーディネートが完成するかなと思います。決して一般的なコーディネートではないかなと思うんですが、結構このデニムジャケットを使ったコートの着こなしって使い勝手がいいんですね。一番最初にご紹介したネイビーのステンカラーコートにもデニムのジャケットすごく相性がいいです。あとは二つ目ご紹介したようなベージュだとかブラウン系のコートにもデニムジャケット相性が良かったですので、意外と使い勝手がいいんですね。まあ、ぜひ皆さんも冬時期はあんまりGジャンって着ないかなと思うんですが、もうシャツ感覚でこのようなGジャンを着て、その上にコートを羽織ってしまえば、コートを脱いだ状態でもちゃんとGジャンの着こなしが成立するので意外と便利です。ぜひトライをしていただければなと思っています。
いやー、いかがでしたでしょうか。皆さん、今回の動画では大人の冬のコートの着こなし方完全解説というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、よく使うようなネイビーですとかベージュ系、そしてブラック系のコートをですね、実際に着ながら皆さんに着こなしをご紹介しました。まあ、それぞれですね、コートの色だとか形状ですね、ステンカラーコートなのかチェスターコートなのかで見え方も変わってくると思いますし、皆さんのお手持ちのものも変わってくるかなと思います。まあ、ぜひ今回の動画を参考にしながら、いろんなコーディネートをご紹介したと思いますので、気に入ったものがあれば再現しながら楽しんでいただければなと思っています。まあ、コートという綺麗めなアイテムに対しても、トップスの見せ方でもだいぶ印象変わりますよね。例えば、定番的な丸首のニットなのか、もしくはちょっとカジュアルさを出してスウェットにしてみるだとか、あとは意外性のあるような G ジャンをトップス代わりに着てみるのもすごくいいかなと思います。ボトムスもブラックもあれば、ホワイト、グレーもあって、まあ、この辺りを使いながらうまくパズルのようにはめ替えていただければ、様々な着こなしが作れるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、冬のコートのコーディネートを楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなか触れることができないですね、セレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっと通な専門ブランドに関しては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、ライブ配信をやりながら皆さんのご質問に直接お答えしていますので、気になる方は動画の下の概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンもやっています。こちらの方では動画ではなくて文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日投稿をしています。まあ、僕もですね、ほぼ毎日記事書いていますし、僕以外のスタイリストだとか専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになってますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。